はい、大楽の窓です。今回の話題、アメリカでは大谷翔平の、日本の外務省は YouTube、 あちらの方々は。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。日本のプロ野球、そしてアメリカのメジャーリーグは開幕戦が始まるということらしいです。ありますけれども、タイにはね、野球がありません。しかしながらネットではアメリカで活躍中の大谷翔平選手に関連するニュースは常日頃見ることができます。今回のこのニュースもそうですね、関連するグッズが話題となっていたということでありますが、ショータイムと書かれた T シャツであります。胸元には大谷選手のシルエットの背景に旭日柄、これがねバッチリ描かれているということで、この配色に決めた日本の先人の方々はね、本当にやっぱり素晴らしいものを残してくれたと私はこのように思います。ある意味ずるいくらいね、これいいものでありますよね。世界中の人が好んで使いたがるはずであります。まあいつものことでありますけれども、お隣さんではこのシャツを目ざとく見つけて、そして報じていた、そんなメディアもあったようでありますけれども、それがねまた日本のメディアでも紹介されるということになっていたわけですが、残念ながらそのお隣さんのね記事はリンク切れになっておりましたので、中身を見ることはできませんでした。まあいいことは書いていなかったと想像するわけでありますけれども、なんでこれ削除しちゃったんでしょうかね。政治社会ではなく、これ野球専門のサイトのようですので、なんだかね炎上に巻き込まれる、そんなことは面倒だと思ったんでしょうか。まあ文句があるならアメリカさんに言えばいいだけでしょうからね、メジャーリーグのチームにもまたメール攻撃でも送ればよいと私は思うわけですけども、あるいは視聴ボイコット、観戦ボイコットでもするということになるんでしょうかね。ところでこの T シャツでありますけれども、ネットで売っているのかなと思って検索してみましたが、私が見た限りにおいてはありませんでした。出てきませんでした。地域限定のものなのか、あるいはまだね出たばかりで商品リストに上がっていないのか、それとも公式のものではなくてどこかのショップオリジナル、そういったものなのか、よくねこの辺は分かりませんけれども、日本人でもねこれ買いたいと思う人は多いのではないでしょうかね。それにしても第二次世界大戦で敵国側であったアメリカ人がこうしてね旭日柄を好んで使う、いいと言って着るという、こういう状況があるわけでありますから、これはもういくらねそれ以外のねお隣さんの国が例えば泣こうがわめこうが文句を言おうがどうしようもないということであります。東アジアの国の中には日本の旭日旗を戦犯旗呼ばわりする、そんなねところもあるわけですけれども、そもそも彼らは我々と戦ったわけではなくてですね、こちらの側にいた、そんな立場ですからね、どうもねおかしなことばっかり言うわけですけれども、しかしこれまで大谷選手の驚異的な活躍を見て、あれは日本人ではない、祖先は我が民族かもしれないと、こんなことまで言っておりました。しかしながらこのシャツを見たらね、彼らはショックを受けるということではないでしょうかね。まあ笑ってばかりはいられませんで、これ日本も国防において本来の普通の国の状態にしなければならない、今ねそういう時期に差し掛かっているわけですけれども、この旭日旗に対して変な抽象をする、日本が国を守ることに対して軍拡だと言い換えてプロパガンダを拡散する、そんなね材料にされてはたまったものではありません。しかし断るごとにいちいちイチャモンをつけてくる、そういう国があるから日本もですね、日本の外務省もですね、昨年の10月頃から YouTube の公式チャンネルで旭日旗についての誤解を正す説明動画を多言語で流しております。ここで注目いただきたいのは視聴回数とグッドボタンの比率でありますけれども、まずは日本語でのバージョンですけれども、20万回視聴されておりまして、グッドボタンが2万6000回、比率でいくとですね、視聴回数に対してグッドボタンが 13% と、こういうね比率になっております。この比率自体はまあまあだと思います。まあ基準値をね、私はあくまで感性でありますけれども、基準値を超えていると 10% 超えればまあ普通だなと思うわけです。ただねちょっと20万回という視聴回数は少ないように思いますけれどもね。それから
中国では8369回見られて、グッドボタンが1517回ということで、日本よりもこれ比率からいくと 18% で多いんですよね、グッドボタンの回数がですね。それからロシアは2775回視聴されていて、870のグッドボタン、31% の比率まであるということでね、ロシアでは、まあ、確かに視聴回数そのものは少ないですけども、グッドボタンは見た人がたくさん押しているということです。それからちなみにね、まあ、大楽の窓タイでもどういうふうになっているかと言いますと、タイ語バージョンでは2475回視聴されて、グッドボタンは 34%、 834回ということでね、これもいい数字ですよね。まあ視聴回数こそ少ないでありますけれども、ただね、このグッドボタンの比率は高いとこのように思います。それから問題がこちらですよね。韓国155万7382回、約150万回以上視聴されているということでありますけれども、グッドボタンがそれに対して5390ということは 0.34% なんですよね。まあこれほどまでに見られている中で、グッドボタンの数が少ない、すなわちこれはバッドボタンの方がね、みんなパンパカ押していっているということではないでしょうかね。こういう状況が今あるわけです。この韓国語のものだけが多言語と比べて視聴回数が突出して高いにもかかわらず、グッドボタンの比率は最低だということでありますけれども、これは YouTube ですから当然あちらでも流されているものであります。この動画に対する反響だけはね、ものすごいということは伺えるんですけれども、中央日報でもこの外務省の動画についてこんな風にね、説明されております。旭日旗は日本文化の一部であり、数百年にわたって継承されてきた伝統文化が現代にも続いている。それから旭日旗はスポーツの応援で式を盛り上げて勝利を祈る。それから旭日旗の模様は日本固有のものではなく、世界各国でも受け入れられ広く使用されている。こういうことを言っているよということを中央日報でも報じられております。説明がつけられております。まあ、こんなナレーションの説明までつけて堂々と流すのはとんでもないというね、そんな論調なんでありますが、けしからんということでありますけれども、おなじみサイバー外交使節団バンク、こちらはですね、早速人種差別だ、嫌悪などを助長すると言って YouTube コリアに抗議の書簡を送ったということであります。まあ、ここまでがですね、一連の中央日報の記事なんでありますけれども、これに対するネット上の彼らの反応をね、ちょっと見てみたいと思います。この前はアメリカに2つも落とされたのにまだ気づかない、今度はどこの国にやってもらおうかというね、こんなひどいコメントからまずは始まっているんですけれども、本当にどちらが不適切かとこちらは言いたくなりますよね。それから YouTube に広島長崎を思い出させたら良いのか、伝統も大事だが、その旗をはためかせることでこちらは今も歯を震わせているというね、こういう、まあ、コメントでありますけれども、それから親日派が権力を握ると日本人ははしゃぎ出すと、こういうねコメントもありますけれども、これは何を言っているかというと、次期大統領に決まった尹錫悦さんですよね、その人になるともうこういうふうになると言っておりますけれども、大きな勘違いですよね。誰も、大統領が誰になろうとですね、あちらの人たちが誰になろうと、日本人はね、喜びも何とも思っておりません。はい、それからこれはとんでもないことですが、結局彼らも国のイメージが地に落ちたという証拠ではないか、経済も国防もそこが見えたので最後のあがき、あとは没落の道をたどるだけで、我が国の足元に落ちるのは時間の問題と、こんなことを言っておりました。それから次ですね、なぜ彼らは反省ができないのか、旭日旗が自分たちの伝統であるのは当たり前、しかし数千年前でも数百年前でもない、つい最近にその旗を振りかざす元で無数の人たちが犠牲になったことをなぜ反省し謝罪しないのかというね、こんなことまで言っておりますけれども、なぜそういう話になるんでしょうかね。先ほども言った通り、日本は戦いの相手、敵国ではないんですけれどもね。
はい、それから日本が主張するように旭日旗が名節など良いことに使われるとしても、先般国帝国主義が起こした戦争で使われた旗ならもうやめるべき、ドイツはもうやめたというのに日本は狡猾だなと、こんなことまで言っておりますけれどもね、まあ、先ほどの人のコメントもそうでありましたけれども、彼らが日本にとってはね、あれは伝統文化の一つだよということはどうもこれ認めたわけですよね。そういう意味ではあの外務省のビデオいいですよね。やっぱり優秀だと思います。非常に短い2分ぐらいの動画だと思いますけれども、ただね、あの中にギュッとこういう主張がね込められていたと、伝わったということはね、やっぱり言えるのではないかと私は思います。それからですね、やっとかどうして平然と静かにしていたのか気になっていたということでね、私もちょっと気になっていたんですよね。あの外務省のビデオが出たのにどうしてこうわー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 騒がないのかなと思って、私も思っておりました。まああちらの人にとっても同様だということでありますよね。それから今日ナショナルジオグラフィックを見ていたら徳島が日本の領土になっていたということでね、まあ関係ない話でありますけれども、なぜここにこんなコメントまで出てくるんでしょうかね。まあ竹島についてもですね、外務省は盛んにね同様に発信をしておりますから、こういうコメントがね、この人はよくね外務省ウォッチャーでこういうコメントを出してきたのかもしれませんけれどもね。まあただ日本の竹島が日本領でないと、そんな表現をしているものが世界中どこにあるのかと逆に聞きたいぐらいですけれどもね。それから尹石月が大統領に選ばれたのでこういうものが出てきたというね、こういう意見。それから福島の放射能も安全だという広告を出していたなというね、こういうコメントもありますけれども、これもね確かにね、まあこの人も外務省ウォッチャーかもしれませんけれどもね、確かに出しております。こちらもねぜひ皆さんご覧になれば良いと思うんですけれどもね。それからYouTube 不死鳥運動をやろうということで、ぜひやってください。ただですね、こんなことをやれば自分たちの首を絞めることになりませんかね。例えば BTS とかですね、いろんな K-POP グループご自慢のねものがあると思うんですけれども、そういうものをねどん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 見なくなったら、それこそ困るのは自分たち自身ではないかと思うんですけれどもね。よくやっぱりですね、あちらの人たちはブーメランってね、日本の人たちもよく言いますけれども、ブーメランが好きですよね。はい、それからとても良い動画だった、世界中で我が国だけが騒いでいる被害者コスプレにはうんざりしていたので、それをなくすには良い機会だということでね。まあこういった変わった意見の人も中にはいるようでありますけれどもね。はい、ということで今回はここまでです。最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。最後にですね、これまでタイ人がネットで投稿していた旭日旗に対するイメージ、どんなねイメージが持っているのかということで、そのコメントをご紹介しながら終わりたいと思います。まずはですね、私は好きでステッカーを貼っておりますということでね、この人はおそらく車かなんかに貼っているんでしょうかね。タイでもそういうものは売っておりますからね。それから日本の国旗は好きということで、この人のアイコンは実はタイ国王軍のアイコンなんですけれどもね、そういう人が日本の国旗も好きだと言ってくれる、旭日旗が好きと言ってくれるのはいいですよね。それから隣国へ喧嘩を売っている話ですね、旗は単なる口実に過ぎません。経済、領土、文化もご存知の通り過激な人が多い国ですからね、とこういうことをね言っている人もいました。それから国慶です、自国の国旗の下では何も悪いことがなかったと言えるのでしょうか、というね、こういうじくってあるコメントもありましたけれども、それから旗の何が悪いの、とこういうね意見もありました。今このご時世、日本は本当に防衛を真剣に考えるというよりもですね、まあ実行しなければならない最終段階に来ていると思いますけれども、そんな中で余計な隣国関係に時間を取られている場合ではありませんよね。次期新大統領が決まって、これからまた中途半端な外交関係でダラダラやるのではないかと危惧もしておりましたけれども、逆にああいう大統領の方が国民の鬱憤がたまって反日が盛り上がる、こういうことになるのかもしれませんよね。
あとはそれに対する日本の姿勢、世論のパワー、それをいかに日本の代表である国会議員、与党閣僚に届けるのかということだと思います。もちろんあちらの審判の人は反対の行動を取るということになるでしょうからね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。